瀬戸市出身の藤井聡太五冠がタイトル奪取に挑む将棋の棋王戦第一局が今日長野市で行われています。竜王、王位、叡王、王将、棋聖のタイトルホルダーで六冠目を目指す藤井五冠と棋王のタイトルを10期連続で守る渡辺棋王が相まみえる注目の一戦。2人の対戦はおよそ1年ぶりで、通算成績は藤井五冠の12勝2敗です。棋王戦は1日制の5番勝負で行われ、先に3勝した方がタイトルを獲得します。第1局の勝敗は今夜決する見通しです。